ラブンミキは、中華民国の政治家、弁護士、法学者。北京政府、国民政府において、司法行政、外交部門などの長を務めた。字は、人死人。1904年、イギリスに留学して、オックスフォード大学で法学を専攻し、法学士の学位を取得した。卒業後は、事務弁護士資格を取得し、業務にも従事している。 1909年に帰国し、関東審判長長長に就任する。1911年、法学過信士となった。1912年1月、中華民国が成立すると、ラモンミキは、関東都督府司法師市長に任命される。まもなく、関東高等検察長長に移動した。そして同年8月、ラは25歳にして、 北京政府の初代総検察庁長長に就任した。1915年11月、遠征外の皇帝即位に反対し、五国戦争を支持するうち運動に参加した。1916年6月に遠征外が死去すると、ラモンミキは北京に戻って復職する。王朝めぐみが総裁を務めた、州帝法律館の副総裁に任命される。 この時、王とは、刑法典の改正事業に共に従事し、また信仰を深めた。1919年1月、ラは、欧州に赴き、イギリスで、法廷弁護士資格を取得した。翌年8月、王朝恵が代理院委員長となると、ラモンミキが副委員長に任じられた。1921年10月、ラは、ワシントン会議代表団顧問となる。 同年12月、両市内閣で司法部次長兼代理委員長となった。翌年4月には一時総長代理を務める。9月、王が内閣を組織するとらが財政総長として起用された。しかし、同年11月、対オーストリア契約事件が発生した。この事件は財政総長としてラモンミキが1914年に結んだ。 戦艦購入契約の後処理を担当した結果、発生したものである。対ドイツオーストリア戦線で棚上げされていた当該契約につき、オーストリアは契約の履行を強く迫ってきたが、ラは国交回復を機会に打結に持ち込んだ。ところがその過程につき、国会衆議院議長後経連は、ラにオーストリアからの収賄行為があったと求断する。 相当霊元広氏もこれを入れて、独断により、ラを逮捕、収監してしまったのである。これにより、王朝、めぐみ内閣は、崩壊に追い込まれてしまった。内閣は、崩壊に追い込まれたものの、王朝めぐみらは、正規の司法手続きを踏まずに、ラモン艦隊保命令を発した、霊元広氏への避難を表した。はじむもまた後悔して釈放しようとしたが、 ラはこれを拒絶し、法廷で、自らの立場を示すことを要求した。1923年7月、ラは、無罪判決を受けて釈放された。しかし、司法総長ほど勝はこれを不服とし、上訴を行ったため、ラモンミキは再び収監された。このほどの行動に、全国の司法会は激高し、州定官官庁公用は抗議の辞任を行っている。 結局、翌年春に上訴は却下され、ラモン館事件はようやく決着した。その後、ラは、北京で弁護士を開業している。1926年7月には、森鈴景臨時内閣で、処理司法総長、翌年1月からの小正人氏臨時内閣では、正式に、司法総長を務めた。ラモンミキ1928年2月、ラモンミキは、 大影隊の公認として、北京政府最後の外交総長に任命された。北京政府崩壊後の同年12月、駅誌を行った、長学寮の招兵に応じ、東北変貌軍長観光所顧問となっている。1931年12月、司法行政部部長に任じられ、間もなく行政院北平政務委員会委員にも兼ねた。翌年1月、ラモンミキは、 外交部長も兼任し、第一次上海事変後の対日交渉を担当し、上海停戦協定の調印にまでこぎつけている。しかし、この協定に対する国内世論の反発は激しく、羅への批判も厳しかった。調印を担当した外交次長、各安式も次長から罷免され、中英講師へと転任させられている。ただし、ラモンミキが、 親日的な思想の持ち主であったかというと決してそうではなかった。実際には国際連盟の調停を求めつつ日本による中国侵略に批判を表明する姿勢をとっている。特に1933年における探空協定の締結には強く反対しており、それがならないと見ると辞任を申し出ている。また、東制鉄道に関する日本、 ソ連間の共同経営、売却交渉にも反発し、中蘇大使家を、営業を通して、ソ連への抗議を繰り返した。同年12月、ラモンミキは、紹解席の大日妥協的な外交姿勢に耐えかね、ついに外交部長を辞任した。翌年10月には、司法行政部長も辞任し、事実上、政界から引退した。以後、西北連合大学教授、 国民参政会参政員を務めている。1941年10月16日、関東小学まさにて病没、去年54、ありがとうございます。